成田大神とは、日本の競争場、守護場。主な勝倉に1993年の札ツ賞シ1994年の目黒記念、1992年のラジオ単波灰山菜ステークス。1992年7月11日、札幌での山菜新馬戦で、横山則り騎乗でデビューし、6着だった。 デビュー戦後急節に疲労が出たため放牧に出され、10月の福島での3歳未勝利戦で復帰し初勝利を挙げた。その後、金木星特別6着、福島3歳ステークスと占領賞で2戦、連続2着になった後、重賞初挑戦となった、ラジオ短波杯3歳ステークスでは4コーナー8番手から、差し切って、重賞を初制覇した。なお、前週に、 鋼優勢フェアリーが、阪神牝馬特別に勝っており、指定で2週連続の重賞制覇となった。4歳を迎え、初戦の新山記念では、アンバーライオンの2着に終わった。次戦は登場しての弥生賞。このレースで、竹豊が、初めて騎乗したが、ウィニングチケットの2着に甘んじた。迎えたクラシック第一戦のサツキ賞では、 ウィニングチケット、若葉ステークスを勝ったビワハヤヒデに続く3番人気に押された。レースでは、スローペースの中、1コーナーで最後方、4コーナーでも12番手と後方を位置取りながら、最後の直線でバグンを塗って伸び、ビワハヤヒデを首ささし切って優勝した。東京優勝でも、ウィニングチケット、ビワハヤヒデに続く3番人気となったが、レースでは、 直線で追い込んだ者の左右地枠が、アダとなり、ウイニングチケット、ビワハヤヒデに次ぐ3着に終わった。ダービー後、7月の高松牛バイに出走したが、逃げるロンシャンボーイを捕まえきれず2着に終わった。秋初戦は、京都新聞杯を予定していたが、一周前の、追い切り中に運動誘発聖杯出血を発症して、出走できず、喫下賞に、ぶっつけで挑んだが、 終始後方のまま17着に終わった。年が明けて5歳となった初戦の目黒記念では、59. 5 9 5ラムを背負いながら大外直線一騎を決めて、札ツ賞以来の勝利を挙げた。ビワハヤヒデとの一騎打ちとなった春の天皇賞では3、コーナーからまくるという奇襲に出たが、ビワハヤヒデにはかなわず2着に終わった。完全復活したかに思われた、成田立ただったが、 春の天皇賞後は度重なる怪我に悩まされることになる。宝塚記念の前には、右後ろ足に、軽度の骨折が判明して休養。秋に復帰する予定だったが、京都大正天は下痢で、回避。さらに秋の天皇賞の前には、屈腱炎を発症し一年近く休養することになった。6歳になり、宝塚記念で復帰。 一年一ヶ月ぶりの出走だったが16着に終わった。そして、高松の宮派へ向けて調整していた最中に、屈ン園を再発させ、そのまま引退した。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。引退後は、種ボバとなり、6シーズンの強要で、決闘登録等数160等。 出走頭数はそのうちの140頭、74頭が勝ち馬となった。2003年に種ボバを引退後は、日高町のベーシカルコーチングスクールで寄席を送っていたが、2020年4月13日に老衰のため30歳で死亡した。産経スポーツでは、将来的に平取町の吉常神社で祀られる予定、とも報じた。強い運動をした際に、 肺の毛細血管が血圧の上昇によって破れて出血する疾患。重症化すると微出血につながる。AB、成田大心。ヤビスサーチ。公益社団法人日本系手場協会。2021年8月1日閲覧。AB、成田大心競争成績。ヤビスサーチ。公益社団法人日本系手場協会。 二千二十一年八月一日閲覧。ABCDFGHIJ E 関西競馬、4期九十三年秋、p 七百七十一優九百九十三年二月号、日本中央競馬会、百二ページ、優九百九十三年六月号、日本中央競馬会、百三十二ページ、ABCD、九十三年さつき商馬成田大進の、 今29歳を迎えた世代屈指の切れ者。ネット牙、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年8月1日閲覧。AB 関西競馬4期法94年秋、P769、成田大臣の競争成績。ネット牙、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年8月1日閲覧。成田大臣種ボバ情報。 世代、年次別。ヤビスサーチ。公益社団法人日本軽手場協会。2021年8月1日閲覧。93年のサツキ商場。成田大臣。サツキショーウィークにシス。スポーツ放置。https、報知、ニュース。アーティクルズ。2020万413ート1 t 5万9 2 html2020 年4月13日閲覧。 1993年のサツキ商場、成田大震シス30歳。サンスポーズバット、競馬。サンケイスポーツ。2021年8月1日閲覧。ファボリート、ヤビスサーチ。公益社団法人日本軽手場協会。2021年8月1日閲覧。ABC、成田大震決闘情報、5大決闘表。ヤビスサーチ。 公益社団法人日本経手場協会。2021年8月1日閲覧。ABCDE、成田大臣の5大決闘票。netkeiba.com。ネットドリーマーズ CO、リミテッド。2021年8月1日閲覧。AB、優秀1993年2月号。日本中央競馬会。141ページ。 ありがとうございます。